はい、湘南の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、痛みが戻ってこない良い姿勢とはというお話をさせていただければと思います。はい、前回の動画でですね、痛みが戻ってこない、痛みをですね、根本的に治す唯一の方法という話を前回させていただいて、痛みの原因を取った後ですね、痛みがこう固まった状態で引っ張られているところに痛みが出る、固まった状態で引っ張られたところに痛みが出るんですけど、この固まっているところを解放してあげることによって痛みが取れていきます。でもその固まった状態を解放してあげて痛みが取れたとしても、その固まった姿勢、固まった原因っていうのはやっぱり悪い姿勢にありますから、悪い姿勢をいい姿勢に戻してあげることが、痛みが戻ってこないっていう状態を作るっていうことをお話しさせていただいたんですけども、痛みがですね、改善したら満足しないで、そこからここで塊を取ってしまえば痛みは取れてしまうんですね。でも痛みは取れてしまいますけど、その状態ってまだ戻ってきちゃうんですよ。戻ってきちゃったら意味がないですよね。そこから柔らかくなった状態、時こそチャンスですね。固まった状態だったらいい姿勢作ろうとしてもできないですよね。なので皆さん、いい姿勢ってきついっていうイメージがあるんですけど、実は硬さを取ってあげた後っていい姿勢ってすごく楽にできるようになるんですね。なんでかというと柔らかいからです。固まった状態でググググってやるのって無理じゃないですか。固まった状態で伸ばすのって無理じゃないですか。これがパッて解放されると、スッと体って伸びてくるんですね。はい、その時にいい姿勢、正しい姿勢っていうのをやっていく、練習していく必要があるんですけど、良い姿勢っていうのはですね、結構曖昧な表現ですよね。良い姿勢って皆さんですね、結構勘違いされてる方、腰痛の方勘違いされてる方多いんですけど、ここでですね、良い姿勢っていうのを全てですね、この動画でお伝えすることはなかなか難しいんですけども、決定的な違いがあるんですね。良い姿勢と悪い姿勢の決定的な違いっていうのは、筋肉をですね、使いすぎているかどうかっていうところになります。筋肉ですね。はい、筋肉をですね、使いすぎている姿勢っていうのは悪い姿勢です。筋肉を全く使わないで立つっていうことは無理なんですけども、それは無理なんですけど、余計に使ってしまっているんですね。はい、よくアウターマッスル、インナーマッスルって言うんですけど、インナー、悪い姿勢の方はこのアウターマッスルをですね、とってもよく使っています。はい、よく使っているので、使うと筋肉って疲れてくるんですよ。疲れてくるとギューッと固まってきます。で、固まってしまうのが、固まることによって引っ張りますよね。ギュッと引っ張ります。ギューッと引っ張って、引っ張られたところに痛みが出てきてしまうので、引っ張る原因、痛みの原因を作ってしまうんですね。アウターを使いすぎてしまうと。はい、なので、できるだけ筋肉を使わない、インナーだけ、できればインナーはですね、使っていただいて結構です。インナーを使ってしっかり立ったりとか座ったりとか歩いたりっていうことができればですね、余計な筋肉の疲労が起こりませんので、痛みの原因を作るっていうことがなくなりますよね。はい、なので痛みが出るところまでいかないっていうことになりますよね。で、そこでじゃあ筋肉を使わないで、アウターを使わないで何を使うかっていうと、骨なんですね。骨を使います。骨とインナーを使って、インナーマッスルを使って立ったり座ったり、歩いたりするっていうことなんですね。はい、そうですね。そこでじゃあ一つだけ、例を置くとするとですね、例えばですね、股関節ってありますよね。ここにこう大腿骨の骨頭があってですね、ここに骨盤があってですね、こういう感じ。ちょっと表現するだけです。股関節、こういうふうに乗ってますよね。こういうふうに乗ってるんですよ。これが、例えばですね、こうまっすぐ乗ってれば、しっかり骨で支えることができますけど、
これがちょっとこうなってしまったりとか、こうなってしまうと、こうグラグラしますよね。グラグラします。っていうことは、周りの筋肉がですね、支えなくちゃいけなくなるんですね。反対だ。はい。まあ、今股関節を例にとったので、こういう関節があったとしたらですね、よいしょ、関節があったとしたら、こうまっすぐ乗っていればそんなに周りの筋肉って疲れないんですね。こう筋肉がついてますよね。周りの筋肉って疲れることないんですけど、これが例えばですね、体がこう前に傾いてる方とかはですね、こっちがじゃあ前だとして、こっちが前だとしたら、こういう形に関節の状態がいるとしたらですね、わかりますかね、ここ縮みますよね。ここが縮んでここが引っ張られるっていうアンバランスな状態が作られてしまうわけですね。そうすると筋肉が疲労してきます。アウターが疲労してくると、こうギューッと縮んできてしまったりとかですね、まあ、引っ張られることによってまた痛みが出たりとか、そこに痛みが出たりしますよね。そういった状態でいると筋肉の疲労が起こって、前回のですね、動画でも説明させていただいた痛みの原因になってしまうんですね。はい。股関節が硬くなってしまって、その分股関節が動かない状態になりますよね。股関節が動かない状態、股関節がガチッと固まってしまって、本当は前にかがむ時に股関節も腰もですね、一緒にこう動いてくれればいいのに、股関節が固まっちゃうのでこう動いちゃうんですよ。なのでここが痛くなるっていうようなですね、痛みのメカニズムっていうところが作られてしまうわけです。はい。なので、まあ、今日のですね、お話で一番言いたいことは、良い姿勢っていうのはですね、いろんなやっぱりところが複合的に動くので、今股関節のお話をしましたけど、全ての関節ですね、最終的には全ての関節が骨でちゃんと乗った状態ですね。筋肉、余計な筋肉を使わないで骨で立つっていうのが大事になります。骨、筋肉で立たないで骨で立つっていう状態を最終的にですね、作っていきます。当院ではですね、そういった姿勢の指導っていうのをですね、徹底的に行います。で、良い姿勢をですね、自分でなかなかできないというか、わからないっていう方結構多くいらっしゃいます。でも先ほど言ったようにですね、お伝えしたように、硬い状態でいい姿勢っていうのは絶対に作れないですから、まず柔らかくする。で、硬いところがどこなのかもわからないと思うので、硬いところをまずお伝えします。硬いところをお伝えして、そこを私が柔らかくしていきます。柔らかくして、かつ患者さんご自身でも柔らかくできるような方法をお伝えします。で、その状態、柔らかくなってきたら、次は良い姿勢っていうのをお伝えするんですね。骨で立つ姿勢です。骨で立つ、はい、頭もしっかり首に乗った状態、骨に乗った状態、こう前にしたらずっと筋肉疲れますよね。だから痛くなってしまうんですよ。骨でしっかり乗る、はい、で、肩甲骨もこう状態じゃなくて、しっかりこう肩もこう乗った状態ですね。乗った状態で、しっかり上半身も股関節にドンと乗った状態、膝だったりとか足首もですね、しっかり乗った状態っていうのを作れるようになります。体が柔らかくなればっていうところをですね、身につけていくと痛みが戻ってくるはずがないんですね。はい。そういったところまでいくと、根本的にですね、痛みが改善したっていう状態になっていくわけです。はい。本日もですね、ちょっと熱くなってしまって、長くなってしまって申し訳ございません。はい。本日はですね、まあ、良い姿勢っていうのは、まあ、骨で立つですよっていうお話をさせていただきました。はい。まあ、このようにですね、慢性になってしまっている方、やっぱりたくさんいらっしゃいます。もしですね、お悩みの方いらっしゃいましたらですね、私、慢性腰痛専門で行っていますので、ぜひご相談ください。メールでの無料相談を行っています。
またですね、このように慢性腰痛改善のためのですね、ヒントだったりアイデアですね、日々配信しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。